こんにちは、アンゴラです。今回のお題はこれです。ドン。2024年にネムシンボルが100円に復活する可能性を探る。シンボルは2021年に実施されたネムの大型アップデートで誕生したコインです。スナップショット時点にネムを保有していた人は1対1の割合でシンボルを無料でもらうことができました。シンボルはネムの後継ブロックチェーンで、ネムはシンボルのサブチェーンとして今後も使われます。ネムは日本では結構人気のあるブロックチェーンで、シンボルはネムよりも高性能かつ安全で使いやすいブロックチェーンとして成長することが期待されています。チャーツドン。これはシンボルの冷やしチャートです。黄色い期間が昨年2023年です。2023年の元旦発電は 3.9 円。1月に大きく上昇して年初来高値の 6.5 円をつけました。その後、9ヶ月間下降トレンドが続き、10月に最安値の 2.9 円をつけました。10月にビットコインが急上昇した後、暗号資産全体が上昇基調になり、シンボルも急として一気に4円台に回復しました。その後は4円台をキープし、2023年の年末価格は 4.1 円。よって、2023年のシンボルの元旦発電からの上昇率は、プラス 5.0% という結果になりました。現在価格も 4.1 円で、今年に入ってからまだ大きな動きはありません。チェンジ。これはシンボルの週足チャートです。日本の取引所でシンボルを一番早く上場させたのは財布で、2021年5月に上場しました。続いて9月に桜エクスチェンジに上場、10月にビットバンクに上場して出来高が急増し、価格が急騰しました。上昇の勢いはしばらく続き、11月に高値 61.9 円をつけました。その後急落して12月に急騰前の価格に戻り、長い下降トレンドに入りました。年が明けた2022年1月にアメリカの暗号資産管理会社のバルキリー社との提携を発表し、バルキリー社にプロジェクトの資金管理をしてもらうことになりましたが、下降トレンドの流れは変わらず、2022年5月に10円を割りました。なお、バルキリー社との提携はすでに解消されています。2022年11月に、バイナンスが日本の取引所の桜エクスチェンジを買収して日本に進出することが確定し、桜エクスチェンジにはシンボルが上場していたので、バイナンスにシンボルが上場するかもしれない思惑がによってシンボルの価格が一時急騰しました。その後は先ほど説明したように、2023年は1月に大きく上昇した後、9ヶ月間の下降トレンドが続き、10月に最安値 2.9 円をつけています。現在価格は 4.1 円。ちなみに海外の取引所にはもっと早くシンボルが上場しています。チェンジ。これはゲート IO という取引所のチャートです。ゲート IO ではシンボルが生まれた直後の3月17日にシンボルを上場させ、4日後の3月21日に最高値 0.78 ドルをつけています。当時レートで 84.9 円。よってシンボルの価格は最高値からマイナス 95.1% の状況です。スナップショット直前にネムの価格は80円台をつけていたので、シンボルにも80円台を期待している投資家もいそうです。80円は現在価格の約20倍。シンボルの現在の時価総額は1億6600万ドル。1億6600万ドル ×20 イコール33億2000万ドル。33億ドルは現在の時価総額ランキングの25位。シンボルが100円の場合は21位です。ネムは時価総額ランキング10位に入ったことがあり、価格は200円台をつけたこともあります。以上から、シンボルがネムより優れた後継ブロックチェーンとしての頭角を現し、ユーザーが増えていけば80円突破は不可能な金額ではありません。ずっと。これはシンボルの価格がネムの価格の何倍なのかを表した比率です。1倍起こるとシンボルの方が価格が高く、
1倍を下回るとシンボルの方が価格が低いことがわかります。シンボルと値は流通枚数が異なるので本来は時価総額を比較した方がいいですが、シンボルは時価総額の報告がストップしていた時期あり、正確に比較できないので価格で比較します。シンボルはNEMの後継なのでシンボルの方が価格が高くて当然と思いそうですが、チャートを見ると必ずしもそうなっていません。過去最高は2021年11月につけた 2.6 倍、その後比率はどんどん下がっていき、2022年8月から1倍を割る日が出始めました。そして2023年から1倍を超えることがほとんどなくなり、現在は 0.93 倍です。チェンジ。これは日本の取引所ユーザーのコイン別保有金額の割合です。毎月初めに日本の取引所に上場している12種類のコインのユーザーの保有金額が公表されています。このグラフはビットコイン、イーサリアム、XRP を抜いた9種類のコインの保有金額の割合です。2022年はNEMよりシンボルの割合の方が高かったですが、2023年はシンボル 14.0%、NEM 14.9% でNEMに抜かれています。また、NEM、シンボルともにビットコインキャッシュに抜かれています。チェンジ。これは日本の取引所に上場しているコインの取引金額占有率です。シンボルの占有率は70個中63位で下の方にいます。このグラフは下位15位のコインの占有率のグラフです。現在の占有率は NEM は 21.6%、シンボルは 3.3% なので、現在のシンボルの取引量は NEM の取引量の7分の1しかありません。左側を見ると、2021年の頃のシンボルはある程度大きいですが、だんだんしぼんでいるように見えます。しかし、右側の2023年10月以降を見てください。少し大きくなってきています。チェンジ。これはビットバンクのシンボルの月足チャートです。下に表示されている山は出来高で、2023年12月は2億9670万枚。この枚数は2022年7月以来の1年5ヶ月ぶりの出来高です。今年1月もなかなか出来高が多く、現在のペースがつくと今月も2億枚を軽く超えます。金融商品の下降トレンドは徐々に出来高が少なくなっていくことが多々あり、増加傾向に転じた時にトレンド転換が起きることもあるので、今後の出来高の変化は要チェックします。チェンジ。これはシンボルのインフレ率の推移です。インフレ率はコインの流通枚数が1年間で何パーセント増えたのかを表した数値です。シンボルは流通枚数の報告を止めていた時期があり、インフレ率がいまいち参考にならないので予想インフレ率を見ると、現在の予想インフレ率は 2.0% から 2.3% です。シンボルは公式 X アカウントのアナウンスが昨年9月から止まっているのと、最近はメディアのニュースでほとんど取り上げられていないのが気になるところです。開発が完全に止まっているわけではないので、何か変化が見られたときはまた報告します。以上、2024年にNEMシンボルが100円に復活する可能性を探るでした。この動画が参考になったらグッドボタンをお願いします。暗号資産で爆撃するためにチャンネル登録をお願いします。X や暗号資産の爆撃速報をしているのでご利用ください。エンディングの電車に乗せたいイラストの募集を始めました。誰でも応募できるので、乗せたい人はぜひ説明欄のリンクから応募してください。イラストが採用された方には、現在制作中の陽線ビームの暗号ロー NFT をプレゼントします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。